はい、どうも。すいません。なんかね、見に来たんだけど、いいバッグがなかった。僕はGoPro をここにつけるじゃないですか。ここにね。で、だから、ちょっといいのないかなと思って来たんですけど、ないですね。ちょっと、店を変えるでござります。僕の中では一番好きなサービスの方がいる二輪館へ行きたいと思います。暑い、しかし暑いわ。二輪館行って100円ショップ、あ、台座があるな。ここで買ってこうかな。ここで買ってくのがいいな。よし、じゃあちょっと一旦ここでやめて、ダイソーで買い物をしてから二輪館に一気に行こうかな。そうしよう。やり直し。ではちょっとダイソー行ってくるんで、しばらくお待ちください。暑い、ほんと暑い。走ってりゃいいんだろうけどな。よいしょ。今ね、ちょっとダイソー行って、このね、タンクカバーをつけてからね、何が悪いって、ちょっと一回り大きいから、ウインカーのキャンセルボタンとね、セルモーターのボタンがタンクにフルロックで当たるんですよね。で、そこの部分のクッション的なものを買おうかなと思ってたんですけど、なんかね、俺あんまり周りの人が近づいてこねえなと思ったら、マスクしてなかった全然忘れてたわ。で、今そのね、クッションを買いに行きがてら、マスクも買いました。あ、爪が痛い。なんだっけ、あ、思い出した。今から、今ね、今日バイクワールドさんにちょっと来てたんですけど、そのバッグね、バッグ買いに来てたんだけども、あんまりなかったということで急遽また変わるんですけど、大元のね、予定はトリップメーター、前回ショート、 YouTube のショートのねやつでも上げたんですけど、トリップメーターのノブ、リセットノブがちょっと折れてて、僕転倒事件があってからずっとバイク見てたんですけど、なんかそんななくなってるのに全然気づいてなかったんですよね。で、息子がガソリンに行ってくれて、そのまま何気なく帰ってきたらリセットされてないんで、で、なんやろリセットしてねえじゃねえかよなんて思ってたら、で、お前リセットしてないぞって言ったら、だって満タンじゃないもんって言うんですよ。入れてきてって言って1000円だけ渡しただけだったんで、で、ね、3リッターか4リッターぐらい不足してたのかな。で、だからかと思って、で、自分で、ガソリン入れに行ったら、当然スタンドの兄ちゃんがね、えらい気使って入れてくれたんですけど、で、その後にもう勢いよくこれゼロからスタートだと思って回そうと思ったらノブがないんですよね。ノブがないんで慌ててどうしようかなと思って、これ計算しなきゃいけねえじゃんかって思ってたら、運よく穴覗いたら
若干プラスネジの頭が見えたんで、あ、やっぱり折れたんだなと。で、まあ、急遽二輪館さんでね、ちょっと純正部品まだ出るって聞いたら、まだ出るねって言われたんで、じゃあそれ買いますわって言って、まあネジ、まあ、一応ね、緩めるの失敗してネジがメーターの中に落っちゃったことも考えて、ネジとそのノブとセットで、買ったんですけど、700円くらいだったかな。うん、まあ、あの送料かかんないんでね、二輪館さんに頼むと便利ですね。うん、でついでにね、あのサービスマニュアルじゃないや、なんだあれ、部品パーツリスト、その関係のところもプリントアウトしてもらったりとかしてるんで、まあ、あの物太郎さんとかね、ああいうの会員になってると、あのパーツリストネット上で見えるんでね、調べやすいですけど、僕なってないんで、まあ、あのいつものあのバイク仲間にあの出してもらって、それを保管してるんですけど、まあ、そんな感じでね、まあパーツ集めをしてます。まあ型番調べかな。うん、で過去動画の中にちょっとここ2、3日の間にね、質問があったんで、まあ、それのちょっと、どんなことだったかっていうのをちょっと説明させてもらうと、A パイプっていうパイプが、2ダボあるんですよ、冷却水のね。で、その冷却水パイプがついてる場所っていうのが、非常にこのエンジンの熱を直接こう浴びて、あ、ごめんなさいね、場所的に言うと、ちょうどマニホールド液体 の、 あの後ろ側についてるんですよ、シリンダーのちょうどど真ん中、についてて、でそこには、L の字に曲がったあのパイプっていうか溶接されたパイプが、ズボッとオーリングで差し込んであって、ネジで止まってるだけなんですよ、1本だけで。だからこうぐらついたりとかしたりとかすると、圧がかかるとちょっと漏れやすいんですよね。でそこって吹き出すまではいかないんですけど、まあ、にじみ出てくるような感じになるんで、まあ、その A パイプのね、まあ、交換をしたっていう僕の動画を見て、まあ、そのねパッキンが同じとこ漏れてて、部品番号を探してますっていうことで、まあ、ちょうど僕インスタのね方にはちょっとそれ貼ってたんですけど、ちょっとYouTube の方では紹介してなかったん で、 でしかもね調べたらね、ごめんなさいね、インスタグラムの方の写真はパーツ袋に入ったまま逆向きに写ってましたね。もう僕袋破っちゃうんで、あんまり気にしてなかったですけどね、ちょっと皆さんの役に立たなかったなと思って、ちょっと反省を込めて今回ちょっと動画の中で、言おうかなと思って、コメントさせてもらいました。はい、そんな次第でございます。まあやっぱちょっとね、パーツ困ってる方って結構いると思うんですよね。まあ、今だと、まあ、ミンカラだとかね、まあ、なんとかなんじゃないですか、調べると。もうみんな大好きミンカラですよミンカラ見ときゃなんとかなるだろうって。であとはまあ YouTube、YouTube もね、まあ、僕なんかほとんどこう撮影しながらの整備が苦手なんで、どっちかっていうともうやりますってから終わりましたって言っておいう動画が多いですけど、まあね、ちゃんとしてる方は比較的きちっと部品の説明からね、組み立て手順からいろいろちゃんと説明されてる方見えるのでね、まあ、そういった方の動画を参考にしていただいて、まあ単純についたつかないでどうだったんだっていうことぐらいは僕のやつを簡単に見ていただいて、グッドの方ね、グッドの方に高評価の方で こっちの方やってもらえるといいんですけど、こっちやると僕ちょっとやっぱりへこんじゃうんで、よろしくお願いします。まあいいんですけどね、アンチも再生増やしてくれるんで、アンチ何回大歓迎、いい感じでしまった。うん、でも不思議とね、僕のところねあまりコメント来ないんですよね。叩かれるコメントすら来ないんですよね。まあ、ありがたいことなんですけどね、見られてないのか、眼中にないのか、よく分かりませんけども、
まあとりもかくにも、まあ、平和に行ってるんでまあいいんですけど、で今回はねこっち側のあのちょっとみんながあんまり見ててもしょうがないなっていう動画の方だけになってますけどね、ちょっと肩にねこうかけるじゃないですかカメラ、鎖骨が痛いんですよねまだ表向きのその傷口のところが、だからね今ウエストバッグに変えたんですけど、でウエストバッグだとカメラつかないじゃないですか。でこのねインスタ360Go2 ってねいろんなアタッチメントついてて、両面テープ、まあ、何回も取り外しができたり付け直しもできたりっていう、ホルダーがあるんですけど、それをねこのねタンクの上にペタッとつけて前側を映してっていうのをやればカバン気にしなくていいのかなって思ってたんですけど、ちょっとね広角タイプでねどこまで撮れるのかっていうのがちょっとわからないんですよね。最近やっぱり元ブロガーさんね、なんだ360度撮れるやつ、ヒーローなんたらとかさ、いろんなやつあるんじゃないですか、あれつけてるんですけど、僕基本編集がねパソコンうちにあるんですけど、僕自分でパソコン自分専用っていうわけじゃないので、あんまりそこにねそういう動画を保存したりとか、アプリ入れたりとかしたくないんですよね。で、まあ、ノートもあるんですけど、ノートパソコンの方もまあちょっと、まあ、スペック的な問題もあったりとかして、あんまりちょっと使いたくないなってところで、まあ、今はねそんなたかだか知れてる YouTube 動画なんで、スマートフォン1本でちょっと行ってますけどね、まあ、時期ちゃんとやれるようになれば、まあ、そういう対応も取ってかなきゃいけないかなと思ってるんですけど、まだね僕にはその360度のカメラを投入するほどのまあそこまで投資してまでねちょっとやるチャンネルじゃないかなっていうふうに思ってます。まあみんなねよくやってるなと思いますけどね、まあ僕はねそこまであんまり求めてないな、まあ、そんなことやってからフォロワー、チャンネル登録者数も増えないのかなと思いますけど、まあそこはねこんなものでも元ブログは始めれますよっていう風にしてみんな思って見てくれてる方がいればいいかなぐらいに思ってます。はい、まあ暑い、しかし本当に暑い、これこのね梅雨から夏にかけてみんなツーリング行く方たちいると思うんですけど、こうインカムでつなげて喋るじゃないですか、喋る会話ってさ暑いなぐらいしかないと思うんですよね。みんな何喋ってんでしょうね、ちょっと教えてくれるといいんですけどね。そもそもインカムって何を買えばつながるんですかね、みんなと。みんないろんなメーカーのがあるじゃないですか。僕いろんな人の YouTube も見るんですけど、例えば他の元ブロガーさんとね一緒にツーリングしたり共同で YouTube ちょっとやりませんかって言ってもインカムつながらないといけないじゃないですか。でしかも僕ってなんだ自分の喋る声 iPhone で撮ったりとかしてるんで、基本その持ってるインカムのやつが録音する機能になってないんですよね、アダプターがないんで。だから僕が例えばなんだろうな、パターンでいくとランページモンキーさんみたいにね、言ってみりゃ僕がトマタスさんですよ。ただ走るでインカムで喋るで、その後ろに、カメラここにゴンとカメラをつけた人がそこを撮影しながら音声も録音してくれるっていうようなパターンでいければいいのかなって思ってるんですけど、まあそんなね自分金出さずに何期待してんだって話なんですけど、
そうしないとね、ちょっとね、僕、この辺にいろんなものをね、こう、つけるのはね、まあ、この間転倒したのもあるから余計怖いんですよね。てなわけで、まあ、皆さん、どんなところのインカムをつけて見えるのか、また、どんなところのやつがいいのか、シェアが知りたいな、どれぐらいの幅があるのか、なんかね、そのいっぺんに10人も20人もつなげれますとか、そんな感じのものではないんですね、求めてるものが。ある程度幅広く、大体の人が持ってて、あ、インカムつなぎましょうかって言ったときに、あ、いいですよとか言ったら、ポッピーってつながるような感じ、のやつがいいんですよね。かといってね、僕いつもツーリング行くメンバーが一人いるじゃないですか。メンバーって言って一人ですよ。二人しかいないんだから、いつも仲良しが。あいつとは、あんまり喋らなくてもこと足りちゃうんで、僕らインカム二人そのも持ってるんですけど、インカム一回も使ったことない。本当に行く場所の名前だけ聞いて、でそれ僕忘れるじゃないですか、でスタートしようかって言ったらあとついてくだけじゃないですか。で現地着いてからここどこだっけって、で帰りもじゃあ帰りますかって言うとなんかいろんな道通っていくんで、これどこ向かってんだろうなと思いながら、だからあ今帰ってるのねっていうふうに後から気づくっていうね、ちょっとボケてるパターンが多いんで、最近にはそういうのを身に染みて感じますね。皆さんがねそうやってバスツーやったりとかね、撮影とかしてるときにどういった内容でね、撮ったり、会話をしたりとか、どんな機材を使ってるなんていうのを教えていただけるといいし、まあお友達が持ってってこういうのがいいよって言ってるよなんていうのがあればそれも教えていただけるといいなと思ってますけどね、まあ、それでもインカムもねだってここにつけなきゃいけないじゃないですか、それもちょっと今抵抗があるんですよね。まあどうすりゃええんだって話なんですけど、まあ ちょっと取り留めのない話になってしまうんでこれぐらいにしといて、早く二輪館に部品を取りに行って、冷たいビールを昼間から飲みたいと思います。ではでは、ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。